おはようございます。フォルテです。シャキン。本日は、ジュニアオンラインピアノコンクールに参加された方に向けた動画となってます。まず、たくさんの申し込みありがとうございました。まず、予選について、触れさせていただきます。予選では予想を超えるたくさんの方にお申し込みいただきました。コンクールに初めて挑戦される方だったり、今回コンクールがね、たくさん中止になって、モチベーションが下がってたっていう中で、モチベーション上げるために受ける方だったり、本当に自分の挑戦のために受ける方だったり、様々な皆様の思いがあったコンクールです。で、もちろん、たくさんの方が受けたってことは、落ちる方もいらっしゃったので、今回でもね、伝えたかったのは、落ちたことは、全く気にしないでくださいっていうのが僕は伝えたかったんです。なんでかっていうと、このコンクールは挑戦することをしてくださいっていう感じのね、僕動画出したと思うんですけども、本当にあなたの挑戦っていうのはすごい貴重な体験だと思ってます。演奏動画を撮るために様々な努力をしましたよね。よりいいものが届けれるように、いろんな自分の中で先生と工夫したりとかして、多分撮られたと思うんですけども、この挑戦っていうのがね、すごい成長につながりましたので、落ちてないとかはあまり気にせず、自分のモチベーションの成長、演奏の成長につながったかどうかで自分の音楽を判断してみてください。そして本選に進まれる方、おめでとうございます。もうすでにたくさんの方、お申し込みいただいてるんですけども、今回予選と本選にね、1ヶ月間ぐらい結構ね、長い時間を置かせていただきました。というのも、第1回のオンラインコンクールですので、ちょっとね、どのような形になるかわからなかったので、少し余裕を持って1ヶ月持ったんですけども、やっぱりね、僕もね、過去コンクール受けたことがあって、1ヶ月ぐらい予選と本選空いてて、もっと空いてたコンクールもあったんですけども、やっぱ途中ね、メンタルがね、もうええかなとか、今ちょっとあんまやる気ないけど、本選間近になったらギリギリ頑張って撮って送ろうとか思ってる方、絶対いると思うんですね。ダメ。本選ギリギリいっぱいまで頑張るだったり、自分の最高の演奏ができるように努力してください。ギリギリで、慌てておくよとか、もうその考えは、先生、許しません。っていうのも、僕が過去にコンクール受けた時に、もうギリギリでね、頑張ってね、その日限りで頑張ったりとかして、失敗とかしたことあったので、皆様の、全力の挑戦を、お待ちしてますので、ぜひ、今、自分の中で少し気が緩んでた方、もう一度引き締め直して、頑張ってみてください。そして、このコンクールは、本当にたくさんの方がお申し込みいただきました。で、どうしても、そのコンクールってことですので、やっぱ、順位とか、1位、2位、3位とかがつくんですけども、本選の後。自分の挑戦したこと、モチベーション上げたっていうね、自分の中ですごい貴重な経験をしたと思って、挑戦を続けてください。と、これは言ってなかったのですが、予選本選終わった後に、コンクール参加された方、すべての方対象に、ささやかな、プレゼントですが、参加賞をね、送らさせていただきます。それは、普段ピアノ弾くときだったり、本番とかでも使えれるようなものです。ちょっとそれはね、ものまでは秘密にさせてください。で、それもコンクールすべて終わって、落ち着いてからの発送になりますので、コンクール終わってから、ちょっと時間が経ってから、ものが届いたりとかすると思うので、ちょっと先にね、お伝えとかないと、もしかしたらね、何これってなる可能性があると思ったので、伝えさせていただきました。優秀賞にはね、入賞者コンサートの参加賞と、あとやっぱ盾と賞状っていうのがつきます。それはね、前回多分伝えたなかったので、今回伝えさせていただきました。というわけですので、皆さん、今ね、本選までのね、中間地点となってきてね、絶対気を抜いてた方もいらっしゃったと思ったんです。僕が抜いてたから、過去に、コンクールで。だから、皆様には、絶対抜かずに、ギリギリね、最後の方でね、もう、慌ててお母さんと喧嘩しながら、あーとか、お父さんと喧嘩しながら、あーとか、早くなんととかいうことにならないように、この動画を出させてもらいました。そして、予選、受けられた方で、今回ダメだった方も、自分の挑戦を、すごい、したことっていうのを改めて考えてみてください。すごい貴重な体験をしたと思うんですよ。今、コンクールがあまりできてなかったり、今まで通り従来の方法でできてないっていうコンクールがたくさんあるので、皆さんが挑戦されたっていうのを貴重なこの経験を忘れずに今後もね、頑張ってもらいたいです。そして、
まあこのコンクール第1回っていうことですので、まあ第2回第3回ってね、まあ続けていきたいなと思っていますので、そのためにも皆様の意見とかをいただいたので、まあより、皆さんにね、もっともっとたくさんの方が挑戦できるような形にね、僕たちもね頑張っていこうと思ってますので、今後ともお願いいたします。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございます。というわけでね、バイバイ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押せて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。